多分3点目決めて喜びに行って怒られたんですよ。だってまだ足りないから喜んでる場合じゃねえって。喜んでる場合じゃない、うん、でパッて見たら道木しか俺のとこ来てなかったです。3試合目、うん、半外の試合を迎えるというところで、俺たちはベンチにいたから、うん、情報入ってくるんだよ他のプラチナ、うん、教えなかったじゃん。そう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 、多分そういう意図だったでしょ、うん、そう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 、その中でだから先に取られた、全部先に取られてたから大展開だったから。ピッチにいる選手は伝えられてないし、うん、まあそういう意図でやってたから、うん、で白井とかはもう夜裏の試合で全部入ってきて、そう入ってきた。だ途中だからもう残り何十分か分かんないけどもうシャットダウンした。ああそうなの。そうそう、俺も聞かないようにした、どうなってるか。 それ以降は俺出るか分かんなかったし、うん、モチベーションに関係するかって言ったらそうじゃないかもしれないけど、うん、で入って俺がね、もちろんディフェンスの選手だから俺が入って点取る、ね、点取り行こうなんて言ったら多分、ね、おかしな話になっちゃうから、うん、そこはもう耳に入れないで、もし出るんだったら普通に、うん、フラットで、そうそうそう、フラットで行こうかなって。テルはどう？先制点取られたし先にね、うん、ただもう勝つしかない、だから点取って勝つしかないっていうのそれだけだけ僕を考えて、それしか考えてなかったから、まあ そうだね、その試合の勝つことだけ集中してた、うん、まあそうだよね。裏の試合は情報ないし、うん、先に取られるけど、まあ、取り返して追いついてまた点取りに行くっていうその作業しかなかったから、うん、だって俺多分3点目決めて喜びに行って怒られたんですよ。だってまだ足りないから喜んでる場合じゃねえって。喜んでる場合じゃない、うん、あのマリオも帰れ帰れみたいな、うん、でパッて見たら道木しか俺のとこ来てなかったです。まだロスタイムでもあと数分あってあと2点必要だって。その時に俺ベンチ見た時にあの西野さんがまだ足りないみたいな、まだ行けっていうようなジェスチャーだったんで、それで初めて、うん、あまだ足りないんだなっていう印象、うんうん、ルーさんにとってかっこいいとは？ベリーディフィカルトなクエスチョンなんだけど、ワンワードでスピークするとノーギブアップってことかな。中身がないって？髪の毛はあるよ、ウルトラ育毛剤チャップアップ。テルはいつ知ったの？その状況、状況とは分かんないですよ。やっぱ終わりまで、でもなんかそのゾウさん撮った時に、うん、ベンチ見た？これで見てないけど、でも大丈夫、これで大丈夫っていうような空気っていうか雰囲気じゃないから、うん、まだなんだろうなみたいな。だからもうすぐ次のポイントを持ってることって、そう、そんな感じでした。そんな中俺コーナーフラッグに喜び言ってるどう思ったんですよ見てて。あ、喜んでるって思っただけだから言っても2勝してるからね。そうね、一緒でね、うん、オリンピック自体ナイジェリアが優勝、ブラジルの3位、うん、やっぱり振り返ってみて、でも結果としてやっぱメダル欲しかったし、ね、もっと上行きたかったっていうのがあるから、うん、まあ、残念ではあった、うんうん、まあ、ブラジルには勝ってはしましたけど、とても胸を張ってとまでは言えないかなとは思うし、うん、でやっぱりこのナイジェリアのあの個の強さも目の当たりにして、うん、いやまだまだ足りないなって思ったかなっていう、うんうん、もちろん結果はそういうことだけど2勝1敗残念ながら上がれませんでした、うん、でもやっぱり実際にピッチで戦ってとその力の差を感じるところもたくさんあったし、うん、でももしかしたらもうちょっとやれたんじゃないかなっていうのもあるけれども、それ以上にやっぱりブラジルにも勝ったけれどもやっぱり力の差を感じた、うんうん、まだまだ世界、ナイジェリアもそうだし、うん、そっちの方があるからなんかそのよし自分たちもやれるなみたいなのはそんなに感じてないっていうのが、うんうん、面白い。結果出てないから、
ね、結局ブラジルに勝ったってブラジルは結局3位で、ね、終わってるし、まあ、そういうとこは勝負強さじゃないけど何かしら足りない部分であったりとか、うんまあ、ね、あるのはそういう力の差だけじゃなく、まあ、そういうところも、うん、いろいろあったんじゃないかなっていうのはすごい感じた。俺個人的には何も思わなかった個人的にはね、うん、自分のやってるスタイルとか、うん、プレーとかっていうのは感じなかったけど、やっぱり代表とかってね、普段一緒にやってないメンバーが集まってたりとか、うんうん、今の代表見ても本当すごいと思うし、うん、そういったなんか難しさとか、うん、普段ねお互いの分かりきってない、ね、で俺が多分ゾノのこと10のうち 1しか知らないとかで、逆にそうだったりとか、ね、テルのこともそうだったりとか、そういう知らない部分が多すぎて、サッカーだけじゃなく、そういうのなんかもっと知ってたらもっと面白かったかなって、うん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 、僕は大きな地震にはなってないですけど、ほんのちょっとだけ地震というか、あ、やれないこともないなっていうのは、なんとなく思ったんで、うんうん、まあ、それを生かしていきたいなと思って、まあ、今に続いてるんですけど、うん、なるほどね。でそういう感情とか言葉にしないし見せないからね。そうだね。僕はそのいわゆる93年 J に開幕して、で96年だったじゃないですか。で、まあ、当時、まあ、本当に各チームいろんなこう外国人がいてレベル高かったと思うんですよ、うん、でその中でもなんかやれててブラジル人選手いたりとか、うん、あ、自分はやれるんじゃないかなと思ったけど、やっぱりブラジルと戦った時に自分が思ってる以上にプレーできなかったっていうか、通用しなかったんですよ。そのやっぱりボール奪われるし、抜けてたはずが抜けれないし、うん、で、あ、これこの人たちやっぱり世界のレベルでやってる人たちはこういう選手たちなんだなっていうのをなんか実感しつつ、ずっとそれを感じつつ試合してたから、うん、あ、この人たちと毎日やりたいなと思ったんですよ。常日頃練習中からその思いがあって、どっちかというと自信は全くつけれなくて、あ、もう日々こういう環境でやりたいなと思ったから、もうすぐ僕世界行きたいと言ったんだけど、結局行けなかったけれども、その思いがすごく強くて、あとはまあその時は僕ら世界初めてだったから、それが教訓になって、多分こうサッカーは日本サッカー成長していって戦い方とかって変わってきたと思うけど、グループリーグの戦い方とかってやっぱりすごく難しかったなっていうふうに思います。そのもっとこう、まあみんなが初めての経験だし、それその当時は難しかったけど、あ、なんかそういう戦い方の大事さっていうのはすごく思いましたね。例えばプレースピードとかいろんなことを、まあ高い意識でプレーしなきゃなっていうのはなんとなく僕はそう思って J 戻ってきてもやってたつもりなんで、あれ経験しなかったら多分ずっと J リーグの基準のこう意識でやってたと思うけど、やっぱあのレベル見た時に、あ、もっと上がいるんだなっていう正直に思う部分があったから、そこを意識したっていうのはあると思いますね。なんですぐ海外行かなかったのかなってずっと思ってたの。行けなかったんだよ。だから行きたかった、うん、まあ、ベルディ行くしかなかった。こういう言い方したらちょっとベルディに失礼だけど、まず代理人いなかったのがある。代理人なんて一人もいなくて、まあ当然チームとしては今と現状違うからさ、まあ生かしたくないっていうのは本音であるじゃない。まあチームに残ってほしいっていうのは、まあまずそっちが優先だから。あの時のさ、移籍の係数とか高かったよね。若ければ若いほどもらってたらさ、7倍とか。それを満額、あの頃に、あの時にそんな知らない日本人にさ5億6億払ってさ連れていくチームなんかないしさ、うん、だから一番行きたかったのはスペインだったのね、うん、でその時にあのセビージャのさ、あの GM が密談に来たんだけど、うん、それもその時は内緒にしててって前日に言われたんだよ、うん、言うなとかコメントを絶対求められても何も言わないでくれとか、でも GM 来てるからそれはもうメディアは分かるじゃない、うんうんうん、まあ、そういう状況だったから、うん、あのタイミングだったと思うよ。あの時行きたかった、行くんだったらあのタイミングじゃなかったかなってずっと思ってて、俺96年終わって、うん、で結局97年シーズンはベルディ行ったんだけど、ね、まあ行けなかったからね、うんうん、行けなかったんだよ。
テルなんかはその海外は意識しなかった？ちょっとだけは行ってみたいなとは思ったんですけど、はい、ただやっぱ今ゾロさんが言ったけど、やっぱ代理人とかもやっぱいないし、どうしていいもんかやっぱ分からないですよ。多分チームのフロントもそのどうしていいか分かんないと思う、ね、まだそんな時代だったの。でも思ったんだ、やっぱ海外行きたいと思った。ちょっと思いました。それはオリンピック終わってから寄り添う意識が終わって、へ、具体的にどっか行きたいと思ったの？いや、僕もスペインが好きです。そこはやっぱ意識したんだね。知らん、俺ない。俺だって海外の飯食えないもんだって。まずオリンピックの時とかどうしてた？あの飯あるもん食べて、まあ、俺でもともとね、選手の時から1日1食とか偏食なの。やばいよね。そうでもさ、今だったらさ、日本のコックがさ、代表はもうお月で行くけど、俺らの時いなかったじゃない、栄養士のあの女の子がついていって、こういうの食べなさいっていうのだけだったよね、うん、そう、メニューね、これが理想ですよって、ね、そうで、基本は現地のものをこう自分で食べるやつだったでしょ、うん、じゃあ結構大変だったでしょ。大変、俺パンも好きじゃないし、パスタも昔好きじゃなかったから、本当にもう野菜とか卵とか食べるもん困ったけど、でもそこまで変だから、変色で小食だったから困るの。テルは？僕は何のストレスもなかったですよ。たくましいなお前。だってホテル泊まったら変なもん出ないじゃないですか。いや出ないけど、それだってさ、あの東南アジアとか行ったらちょっと別にわけわかんないさ、食べたことない人が出てくるわけじゃない、日本食じゃないから。あ、でもさすがだ、食べたことない変なやつは食べなかったですけど、うん、でも何かしら食べれるものはあったわけだから、もう特にストレスはなかったかな。俺らはあれだよ、俺とヒデ、あのハンバーガーとかよく取ってたよ、ルームサービスでしょ。取、うん、ってなかった。俺ら取ってなかった、別に。マジでガシャ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 通る音しょっちゅうしてたもんだって。あれね、そう、トレイでね、なんだろうって覗くとゾーンたちの部屋の前に泊まってたから、うん、やっぱ飯は結構大変だったな。そうだね、出るだってパチンカレーでしょ、どこでも。まあな。まあなじゃないの。じゃあその後は指導者とかって考えてるの？逆に次第が指導者やってるのに俺は驚いてるから。最初なった時に大学の、ね、うん、指導者とか、サッカー部潰す気かとか、大学潰すんじゃねえかって散々言われて、サッカー界に戻る気はない。俺